過去の M1 の1位発表し合おうぜで、あの人たちだけだもん、滑ったこと見たことマジでないもん。最新版のここや1回だけやっとくの、おーやぽっぽぽーや 95% に上がったおーやM1 は見てた、めちゃくちゃ見てました、ね、M1 見てたやつがポポイヤやらねえだろエンタ見てたやつがポポイヤやるんだよ。ああ、エンタも見てましたから、エンタ、はい、今でもやりかねないよポポイヤねえポポイヤいやでもやっぱ M1 めっちゃ好きでした。てかネタ番組、僕が特にお笑いオタク、今30だって、31ですね、はい。じゃあ俺らがだって出てたのが20年前だから、はい、知らないよな。見てました。見てた、めちゃくちゃ見てました。10歳なんか、はい、テレビ見る、M1 はやっぱり見てましたね。10歳で M1 見てたの、はい、今の若い子すごいな。いや見てました、僕リアルタイムで見てて、それこそ僕オンエアバトルもめっちゃ好きだったんで。あ、出てた出てた、スピードワゴンさん、うんうん、好きだったんですよ。俺らも意外とポポイヤじゃないけど、はい、最初の頃、はい、座って漫才やったり、なるべく人と違うことやろうと思ってたもん、はい、だから漫才の最初にさ、変なことやりだすってあるじゃん、はい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 、あの当時あんまそういうやつらいなかったから、はい、そうそう、最初に俺もビビらせたいっていうのから始めてたから、はい、だから俺らもポポイヤ世代、ポイヤ世代なんですよいやでも知ってんだそういうの。知ってます、はい、ゴレンジャー戦隊もののネタやられてたじゃないですか。ボディレンジャーってやつね、はい、体のやつね。でピンクが下ネタだな、パープルね、パープル、唇パープルで、はい、冬プール入れないっていうのがあって、でも月に一度入れない日があるっつって女の子って、あと何ヶ月かでその心配もなくなるっつって上がっちゃったみたいな2人、はい、やったら男子賞が、はい、下ネタ嫌いなんだよって言ったけど、これ下ネタなのかなって俺は分からなかったからさ、はい、だからこの時期になると俺もちょっと思い出すのよ、はい、あのネタできたのがちょうど多分今ぐらいの時期なのよ。12月が本番だけど、10月ぐらいのシアター D のオールスター行く途中の電車の中で寝うたた寝してたら思いついて、でパッて やってみて、できて、この時期の学祭で書きまくったのを覚えてるんだよ。はー、すごい学祭であのネタやったなってすごい思い出すこの季節来るとあ、じゃあ結構でも直前は直前だったあのネタ、うん、だから敗者復活でやったネタはまた違うネタやってんだよ俺ら。そう、そのネタ結構前からあるネタやったんだけど、はいはいはい、で敗者復活でやったネタを1日に同じネタ2回やるのが恥ずかしくて、はい、変えちゃったら負けちゃったじゃあ誰に憧れたとかの後に、そうですか、 M1 だとオードリーさんとか、ああそうかもね、はい、オードリーさんの敗者復活からみたいなやつがすごいインパクト強くて、かっこいいなって思って芸人さんが、うん、最初にインパクト受けたのがオードリーさんですね。そうだね、はい、カンタ、僕は、僕ガリ弁だったんで、うん、もうなんかやんちょっと悪っぽい大人になんか憧れるみたいな意味で、うんうん、なんか笑い飯さんとか千鳥さんとかが最初出てきた時に、ね、うわなんかかっこいいって思っていい、ね、ちょっと悪っぽい人に憧れる少年じゃないですけどみたいなので結構のめり込んでいったっていう感じです。最近この時期ご飯後輩たちと行くと毎回この話題やってんだけど、はい、過去の M1 の1位発表し合おうぜでキングオブコントでもやるんだけど、はい、俺 M1 だったら1位はブラマヨの2005年の1本目だった、はい、で2位が悩んでてチュートリアルか、はいはい、ジャルジャルの全チンなのよ。俺めちゃくちゃあれ好きだよこれめちゃくちゃ好きなの、まあ、まああれもある意味ポポイヤじゃんいやあれポポイヤって言っちゃダメですよ、まあ、ポポイヤの究極系ですね受けるポポイヤ、そうあれ確かにポポイヤあそこまで行くと全違う、そうですね、あれはマジで面白いな。どうする、うわそうか、いやあのブラマヤさんが僕一緒、いやもうあの2005、2006って奇跡の時代というかさ、ブラマヨ中途の時代すごかったね、はいはい、僕はあのブラマヨさん中途さんの年めちゃくちゃ好きなんですけど、1位あげろって言われたら2005の笑い飯さんの2本目のハッピーバースデーの歌、うん、ミスタープレジデント、はい、が一番好きです。マリリン・モンローの、ね、マリリン・モンローのやつ、 あれもいいよね、はい、もう爆笑して当時何回も見て、演じ方も面白いしね、めっちゃ面白いです ね、 ね、なんかでもまあブラマヨさんの優勝には納得ぐらい、まあね、強かったちょっとすごかったね、はい、僕は1位はそれでした。この話芸人たちと集まると
永遠にできるこれマジでそうっすね、そうですね、はい、今ちょっと一瞬 YouTube とかも忘れて喋ってましたね。アンタッチャブルさんとかも話してる、あるね、はい、いや俺でもよく言うけどチャンピオンたちがワンデーマッチ、はい、絶対アンタッチャブル優勝するって俺未だに思ってるよ。うわだって俺同世代でさ、はい、ずっと一緒にライブ、はい、アンタッチャブルさんと出てて、はい、あの人たちだけだもん滑ったこと見たことマジでないもん。他の先輩方受けない日あるけど、はい、アンタッチャブルだけは滑ったことがないもん。そういう憧れの人はいる中、太田プロに入られたのなんかあるんですか、はい、確かに、はい、太田プロはあの山崎モーターズさんのノンキッスのが、今ずっとその主催ライブをやられてて、うんうん、で僕らそのライブにずっと出てて、本当芸歴2年目とか3年目ぐらいからずっとお世話になってて、うん、それまでは本当に小さなお笑い事務所でもない本当になんか作家の事務所みたいなところに入ってたんですけど、うん、そこじゃやっぱり難しいってやめて山崎さんに相談したら、うん、あの太田プロの講師も、うん、エンタメの講師もされてるんで、それでうち授業受けに来いよって言われて、そこから太田プロにっていう、本当に山崎さんのおかげです。でもいい事務所だよね。いやそうですね、素晴らしい先輩たちばかりじゃん、はい、そうですね。太田プロはでもやっぱりそのあんまり事務所の悪口を言う先輩もいなくて、ああそうなの、はい、まああと孤高な人が多いよね、あの川島さんでも、はいはい、土田さんでも有吉さんでも、はい、俺は俺だからっていう生き方の人が多いじゃん。そうですね、そうですね、だからいいよね、はい、古い言い方かもしれないけど昭和の事務所感があるよな。あそうですね、なんだろう、はい、情にもろくてみたいな、仁義に厚くみたいな、はいはいはい、だけど男とあるものを一人で生きていけるみたいな、はい、ちょっと昔のそうですね、はい、それはもう本当いい意味でも悪い意味でも、うん、やっぱ悪い意味では本当にやっぱついこの間までやっぱ給料があの手渡しだったっていう、うん、昭和の匂いですね。あこの時代までもそれだった。そうですね、コロナ禍前までは。今はなくなったんじゃなくて、一応コロナで休止中で、コロナが収まったらまた復活するみたいです、手渡しが。有吉さんとかも手渡しなの？いや、さすがに有吉さんとかは、はい、本当にでもその辺というかもう、でもトップの人だけ。マジでギリギリアルピーさんとか手渡しだったような気がします。はい、この後俺夜アルピーと生放送一緒なのよ、はい、聞いとくわ。いや聞いといてください、今日マジで手渡しだった気しますね。まあでもまあ、はい、そんなストレッチーズ、まあ我々とかお笑い好きはみんな知ってるけど、はい、知らない人もひょっとしたらいるかもしれないんで、はい、ネタをやれっていうわけじゃなくて、はい、このネタが自分らの入門ネタですって、だからネットとかにも上がってるでしょ。あ、はいはいはい、このネタを見ていただければ我々の取説になってますみたいなネタがあれば、はい、ちょっとご紹介ください、はい、せーので言う、また意識の違いが、はい、せーので行きましょうか。それか、はい、ポポイヤのリズムでいく。はい、あそれでも全然、はい、大丈夫ですけど、はい、じゃポポイヤで、あせーの、ポポイヤポポポイヤポポイヤポポポイヤ、水掛け論怒ってるの2本外れました。これは YouTube で上がってる、はい、YouTube で上がってます。はい、水掛け論というタイトルのと、これは M1 ではやらないもんね。あ、もうやらない、去年よかったよかった、以前に、はい、これがお前らのとっておきのやつだったら申し訳ないと思う。、はい、決勝では分かんないです、うん、あのファイナルとかは、はいはい、予選ではもうやらないネタです、ね、ちょっとでも自分たちの自信のネタを発表したんですけど、やっぱポポイヤのリズムに乗せたことによってなんか滑ってる気持ちもなってました。なんでいいじゃない、ポポイヤのリズム最高だよ。最初に耳毛みたいに言ったのと同じ感じの感じ。俺あれだけムカついた、耳毛なんて言うな、はい、もっとエッジの聞いたこと言うと本当に高校生が言いそうなこと言ったから、はい、でも本当にこれは嘘もなく高校生の時言ったことを言ったんで。あ、再現してくれたら。あ、もちろん再現です、再現です、はい、今やったらまた違います、それは、はい、そう、もちろん今だったらもうすごいですよ、はい、じゃ最新版のポポイヤ一回だけやっとく。うわ、最新版のポポイヤ、今のワードセンスでってことですよね。そう、はい、了解です、はい、ちょっといやどうしようかな、まあ行くしかないな、もう行くしかない。ポポイヤポポポイヤポポイヤポポポイヤ四丁目。ポポイヤポポポイヤポポイヤポポポイヤ紀ノ国屋。
ポポポイヤ、ポポポイヤ、ありがとうございました。素晴らしい。何回やらせるんですかこれ。あ、 95% に上がった。おお、やったー、嬉しい。ポポイヤ、ポポイヤ行こうよ。ポポイヤ出しますか。3回戦ポポイヤで。3回戦なんでまた3回戦で出すんですか。まあでもね、さっきも言ったけど、はい、このチャンネルね、都市伝説見てる人も結構多いから。はいはい、ね、もらって。ありそうなさそう、どっちでもいい。ストレッチーズの都市伝説1人1個ずつもらったら今日は。はいはい、じゃあちょっとどっちから行くの。僕じゃあ行きましょう。じゃあ、はい、カンタ君のストレッチーズの都市伝説です。あの相方の福島にまつわる都市伝説なんですけど、僕らの高校男子校で同級生でやってたんですけど、卒業までまあ童貞で2人ともで、まあ、高校当時男子校だったんで、いやエッチしてみたいよねみたいな話してて、なんか憧れみたいな話をしてて、大学入って俺童貞卒業したら絶対お前にすぐメールするわって言ってくれたんですよ。で大学入っていまだに童貞卒業したってメール来てないんで、もしかしたらなんですけどまだ童貞かもしれないです。もしかしたらですけど、分からないもんね。分かんないです本当に。信じるか信じないか、都市伝説って分かんないもんね、はい、真実は。でもメールするって絶対言ってたんで、知ってきてないってことはもしかしたらっていう、ね、はい、いい都市伝説でしょう。はい、クリスマスにやりすぎ都市伝説で聞きたいでしょう。はい、じゃあ続いては福島くんからのストレッチーズにまつわる都市伝説です。相方なんですけど、うん、なんかちょっと手が変で、うん、なんか例えばお互いタバコを吸うんですけど、ライターとかまあ渡したりするじゃないですか。ちょっと今ライターないわとか、軽くこう物を渡して返してくるときに、普通だったらありがとうってこう渡すと思うんですけど、返し方がすごい将棋みたいにありがとうっていうライターを、いいじゃん、いいじゃん、ありがとうって渡してくるんですよ。だから本当は最後寿司みたいになっちゃう。惜しいよ。こうですね。こうじゃなく将棋みたいに渡してくるんで、もしかしたら1回ぐらい竜王戦とか勝ってるかもしれない。あー、詰んだ。今ので詰んだわ。惜しかったな。惜しかった。今のは最後ちょっと詰んだか。間違えてるな。でも素晴らしい、面白い。さあ、そんな期待なストレッチーズ M1 の決勝で見れるのを楽しみにしてます。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。